してくれるから。あ、なるほど。だって、はい、さ、あのじゃんけん大会で、ね、あの島崎が優勝したことが八百長だって言われてるところが、ね、面白いなと思って、うん、やっぱだってマリコ様の次、うん、島崎さんってそんなうまい話あるかいってね、うん、思っちゃうけど、うんうん、それやっぱ秋元さんがついてるところですよね。でも面白かったですよね、うん、なんかトップダウン式ではアイドルは面白くないっていうような考え方ってありますか、うん、その秋元さんの中にこう上から。あのね、やっぱ一番は、ポップコーンだと思うんですよ。ポップコーン、うん、ポップコーンをフライパンにやってこうねくるくるやるでしょ、どれが弾けるかなんて分かんないって、どの豆が来るか、はい、で僕はプロデューサーとして一番苦手なのが誰が売れるかっていうのが一番分かんないでしょ。これはむちゃくちゃ意外な。これはね、やっぱりね、あのプロダクションの、うん、例えば路上でスカウトするマネージャーとか、うんうん、ああいう人たちにはかなわないですよ、嗅覚。へ、うん、で僕は分かんないですよ。ただ分かんないんだけど、はい、この人を売ってくださいって言われてからは多分どうやったら一番この人を輝かせるかなっていうのはできると思うんですよ。例えばでもそれを伺うとね、うん、例えば前田敦子さんが絶対にセンターだっていう、うんうん、これはだってどういう確信なんですか、うん、それは変な言い方だけども一番センターが嫌だな感じだから。あ、つまり一番 何があるかっていうと、うんうん、例えばオーディションをこういろんな AKB に限らずオーディションを受けるじゃないですか、あの審査員やるでしょ、その時に足が綺麗な子は足を強調するんですよ、うん、こうね、立ち方とか。でそうするとこの子を磨いてもきっと足しかないのかなって見えちゃう。でも多くのオーディションで合格するのって、うん、なんかこう学校終わって全力疾走で走ってきた制服姿で髪もボサボサで汗かいて拭いてる子が笑顔がいいねっていうのをみんな審査員バッタ、うん、つまりそれは何かって伸びしろなんだよ、うんうん、まあもちろん原石の部分っていう、うん、だからその前田敦子っていうのはなんで一番初めにソロを与えた時に、まあ、その頃はまだ手探りでしたけど、うん、ソロを与えた時になんで私がソロを歌わなきゃいけないのかって号泣した時に、あ、この子は、ね、AKB 的なスター性があるなと思った。これはだから AKB 的なスター性ですよ。それその要はこの足りない分を伸ばしていく面白さの部分ってことですね。そう、それと、はい、その子がスターになっていくのをみんな可視化してると、うん、だから、はい、決して昔のスター誕生的なスターではないんですよ、うん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 、昔の、ね、スタタンのような松田聖子なのか、はい、誰なのかっていう山口百恵的なスター最初から出来上がってるものを見せるんじゃないですよ、ね、ではないですよね。やっぱその可視化の流れであり、うん、ドラマ化の流れであり、うん、まあなんていうんですかね、うん、やっぱドキュメンタリー化ですよね、やっぱ限りなくね、うん、あのなんかねそこがガチ でも化けるかどうか分かんないじゃないですか。今の前田さん見たらこれはもう誰がどう見てもセンターだって思うけど、僕やっぱ最初の映像を見るとこの時点でいけるっていや思わないでしょうってやっぱね。うん、でもそのよくしたもんで、はい、僕が前田敦子なんだ、前田がセンターなんだっていうのと同じように今度は民意ファンが圧倒的にアンチ前田が現れ、うんうん、ええ、なんであんななんだってね、それでその子たちがもう大島優子を圧倒的に押すわけですよ。でここでその二大政党ができるわけですよね。で同じように僕が SKE でジュリナを押せば、ええ、松井玲奈が民意でガーッと上がるわけですよ。はいはいはい、で今で言えば NMB で言えば渡辺美幸と山本かもしれないし、うん、っていうふうに必ずそうなっていくんですよね。それは意図しなくても意図しなくても、うんうん、だから多分僕が誰を押しても嫌なんだと思う、うんうん、プロデューサーがゴリ押しって言われるし、トップダウンであるものに対していや民意はこうだっていう動きが必ずあると。だからそれは AKB らしい面白さ、つまり、うんうん、例えば SKE でも去年は枯葉のステーションが1位になったりするわけじゃないですか、うんうん、これ見たことかと、うんうんうん、あるいはうーん2回目に大島優子が1位になったりするわけじゃないですか、うんはいはいはい、そのことによってそうどうだね、うん、秋元の判断は違うだろうと、うん、つまり俺たちでも変えられると方針はっていうのが、うんうんうん、多分 AKB の面白さだと思うんですよね。まあ確かにそうか。ちなみにそういうなんていうんですかね、その揺れ動く面白さっていうか、僕なんかが見ても本当に面白いと思うようになってきたのって結構途中からですよね。最初に僕対談でお会いした時、うん、2008年の時点って、うん、いや2008年でしたっけ、はい、うん、ちょうど谷間の時期っていうか、うん、デブスターのあれが終わって、うん、でベイビーベイビー出た直後ぐらいで、はい、まだキング手前ぐらいですよね、はい、でその時に僕すごい印象的だったのは、その僕はやっぱそれまでの AKB 正直その、うん、やっぱ非常に内向きなやり方で、うん、これは今の時代確実かもしれないけど、うん、まあ正直
むちゃくちゃ面白い感じがしないんですけど、うん、って言ったら、そのいや本当はいろいろ俺だっていろいろふざけたことやりたいんだけど、うん、あの現状のユーザーのその、うんうん、ニーズがそこにないから、うん、まだ難しいんだみたいなことをおっしゃって、うん、そしたらその後2009年ぐらいから急激にこうぐいぐい、ある種その求心力も保ちながら遠心力的な仕掛けというか、仕掛けって言い方はあんまり良くないかもしれませんが、うん、まあ、総選挙しかり組閣しかり、うん、あこれは面白い、要するに引っかき回していくっていうか、うん、これどういう心境の変化があったの？どうですか、でもあんまり考えてないんですよね。よく言うんですけど、そのあんまり戦略、例えば海外戦略はどうしたとか、うん、あんまりなくて、その時に何かこう本当ヒントですよね。ヒントがあって、そのヒントから何か企画につながっていく。じゃあそれやってみようかみたいなことですか、うん、でも例えば総選挙組閣ってそ それまでからすればファンだってこうなんだそれっていうようなことだったりするわけじゃないですか、うん、結構僕その本当はいろいろやりたいけどできないから本当にやっちゃうまでは結構ジャンプがある気がするんですけど、うん、いやもうやろうって言ったら早いですよね。あじゃあそのうーん、ただそのそれが全てにこう目を光らせてるわけにいかないんで、うん、その僕が思ったものと違うなってことは多々ありますけどね。いざイベントにしてみたらっていう、うんうん、そうじゃないんだよなとか思うんだけど、まあそれはやっぱり大きくなりすぎたのかもしれないですよね。つまりちゃんと説明すれば分かるんだけども、うんうん、その一つ一つに対して、まあ、例えば今回の歌丸さんの番組出させてもらうとか、その一つ一つやらこれはこういう意味でねっていうことを、うんうん、あのやれればいいんだけど、うん、その例えば昔はそれをグーダスでやろうかなと思って、つまりある種の公式コメントをやろうと思ったんだけど、うんうんうん、その時間もなくなってくると、やっぱり一つを答えると、うん、これはなんで答えないんだと、うんうん、なんか答えないことに意味が、いや時間がないんだよというふうにはならない、うん、全部起きることに対してはこれはこうでねっていうふうに説明していかなきゃいけない、うんうん、これも大変なんですよね。なんかでも僕やっぱ今日お話があってると、説明すれば例えばその秋元さんが俺も迷ってるとか、うん、これでいいとは思ってなかったとかっていうことこそみんな聞きたい気がするんですけどね、うん、いやでもそれをね、例えばいや恋愛禁止条例ってのはそういう意味で言ったんじゃないんだよねとかって言っても、何を言っても、ね、その後出しじゃんけんとか、うん、言い逃れとかって、もうそれ何言われてもなるんで、もうそれはしょうがないかなと思ってるんですよね。結構ちなみにそういうネットの意見とかってこまめにチェックされたりしてるんですか？いや僕はしないですけど、やっぱりスタッフが重要なもの、うん、例えば支配人の、はい、その信任問題で SKE のファンがすごい炎上してますとか、ね、はい、なんでとか、はい、こうでこうで、あの、うん、桑原がこういう発言してとかっていうことなんかは、あのみんな送ってるんですよね、なるほど。いやなんかちょっと AKB そのものの話とはずれますけど、秋元さんぐらいそれこそアンチっていうか、うん、叩かれる人いないと思うんですけど、うんうん、そういうのって平気なんですかっていうバカみたいな。いやいや全然平気だ。だから前にも、まあ、冗談半分本気半分で言って、そのクソ曲って言われるのは辛い。クソ曲は僕のボキャブラリーじゃないということを強く言ってみたいですけど。いや、まあ、つまり、はい、いや全然クソ曲でもね、それ人好き好きだからいいんだけど、やっぱり誰にもやっぱりその言う権利はあると思うんですよ、うんうん、で僕らはエンターテインメントをやってるんで、うん、あるいは僕がもしも政治家だとしたら、その政治的なことをアートコーダー言ってもいい。ただやっぱりその事実を知らないまま、そのいろんなところの風評を聞いて、それで言ってる人が時々いるので、それがちゃんと見てくれれば分かるのになとかと思うのはありますね。やっぱそれは多分不可視の存在に見えるからですよね、うん、だから僕ドキュメンタリー2でダークなとこ出して、うん、3でその、うん、でもその、少女たちのまあ動機の部分というか、そこを描く、もう次はやっぱ大人たちとの関係性だろうっていうふうに思うんですけど、この間の NHK のドキュメンタリーとかは、あの良かったと思うんですよね、見えるとやっぱり安心する、見えないから化け物だと思っちゃう、っていうのは絶対あると思うんですよ、こんなに一生懸命曲作ってるんだったらって、やっぱり多分コンバトル君もクソ曲とは言わなくなる。